仲間ができた。
ちはチャンス、勝利のために。今日は何でもありがとう。今日はなありがとう。気に入ったよ。ここから先は倒産。寒さに震えよ。悪いな、硬さ。お会いするよ。文字の力を味わい。とどめだ。こんなことが。その通りです。たくさんの仲間と共に、うん、ここの占いは当たると評判ですし、心に留めておきますか。では次にこちらの依頼についても。さらハルジオンですか。行ってみる価値はありそうですね。
まだ犯人はついていないのでしょうか。目立たないように駅員に変装しましょう。サラマンダーはまだ現れないようですね。もう少し待ってみますか。あの桜色の髪の人、青い猫を連れていますね。大丈夫ですか。いつものこと。なるほど。ならばできるだけ平和的に解決しましょう。抵抗をせずおとなしく捕まってください。お会いするよ。弱い攻撃じゃ夏に勝てないよ。っていうか、なんで装備つけてないの？駅員に変装するためスキルアップできる情報によると、あなたはサラマンダー。夏は乗り物に。確かに一理ありますね。青い猫と一緒にいた以上、占いに出たサラマンダーは夏で間違いないはず。サラマンダーのことは魔法屋の店主にでも聞け。俺は魚のことしか知らねえよ。それは…ちゃあ、すぐこの町に…サラマンダー様よ、早く行こう。あの店じゃ買えない火の魔法を操るっていう、この町にいるの？この人だかり、何かが妙ですね。イグニール！誰だお前。サラマンダーといえば。ちょっとあんた失礼じゃない。サラマンダー様はすっごい魔導士なのよ。謝りなさいよ。俺はフェアリーテイルの魔導士。まあまあ、君たちの熱い歓迎には感謝するけど、僕はこの先の港に用。さっきはありがとね。お礼にお昼一緒にどう？なるほど。てっきりイグニール。サラマ、見た目がサラマ。あ、そんなの街の中にいるはずがないでしょ。私はそろそろ行くけど、ゆっくり食べなよね。ごちそうさまで。ああ、やめて、恥ずかしいから。あのサラマンダーは確かに船でパーティーを開くと言っていました。さすが。あいつらを全員売れば、もう
今の話確かに聞きましたよ。詳しくお聞かせ願いましょうか。お相手するよ。逃がしましたか。サラマ、当たり前じゃない。だってサラマンダー様。いけませんね。このままでは彼女たちは。夏に協力を要請しましょう。また会えましたね、夏。話。あいつだ。俺たちの秘密を知られたら大変だ。逃がすな。お相手するよ。どうなってんだこいつら。それとあのサラマンダーですが、フェアリーテールの魔導士だと。あいつが驚くほどの行動力ですね。私も自力で船に乗るとしましょうか。先輩、こんなところで会えるとは思いませんでした。そんなに慌ててどうしたんだ。あのパーティーなら参加できるのは女性だけだよ。ここに女性に変身できる薬がある。飲めば変身して潜入できるってわけ。どうでしょうか。綺麗だ。ならばどういたしまして。魔法教室に戻ったら先生によろしく伝えてくれ。ダメだ、やっぱ無理。ルーシー、黙って。細かい話は後回しっぽいね。逃げよう。夏、しっかりしてください。小僧、人の船に勝手に乗ってきちゃいかんだろう。ああ狩りの暴行。
協力に感謝します。機会があったらギルドへお邪魔させてもらいますね。どうやら逃げ切れたようですね。このまま魔法教室へ戻りましょう。依頼について先生に報告せねば。私の力で一瞬で魔法教室に帰らせるよ。さあ出発だ。なんだか最近表現の雑用が多くなった気がするな。おいそこの魔導士、私から光栄な依頼を君に任せたい。やってくれるなら報酬を与えよう。この壁をきれいにしてくれないか。ここには私の似顔絵が描かれているんだ。それなのに壁が汚れてしまって見えない。このままだと気分が悪いから綺麗にしてほしいのだ。未熟なタッチだが私のかっこよさがちゃんと伝わってくる。ここに重要な手紙が数通ある。必ず自分の手で受け取り人のところに届けてくれ。おお、これはご苦労様。確かに受け取りました。ご苦労様。準備できたぞ。手紙を配達してんだろ。あいつら俺たち闇ギルドの包囲討伐計画を立ててんじゃないだろうな。おとなしく手紙を渡せ。カリューの報告。開け人魔獣の扉。
字の力を味わえ。カリューの欲焼き。ギルドに襲われた？親友同士のパーティーを邪魔しようというのか、闇ギルドめ。よくぞ任務をやり、前に与えた仕事はよくこなしてくれたな。今回は特別に治安維持という規則違反をした魔導士ギルドか。さっき大聖堂の近くで怪しい魔導士を数人見かけたよ。そっち行ってみたら？その目はやるつもりかよ。ありがとうございます。おかげで彼らはもう来なくなるはずです。よし、行くよ。みんな頑張って。そうそう、凍りつけになった男が街で暴れ出して手がつけられないんだ。どうか奴を止めてくれ。